that was certainly an introduction. Okay, Yakuza 0. Never played a Yakuza game before. Gonna dive straight in. Oh, excuse me. Okay, let's see. Is it working? Come on. Oh! Well, I suppose I do. Oh, yeah. Nice. What the fuck is that guy? Look at the potato again, looking motherfucker. Yakuza 0. Raffles. Windowed. Borderless. Yeah. Okay. I'll try normal. I played a tiny amount of beat 'em ups, but excuse me. Okay. What the hell's happening here? Yamete kure. I have a property, no trespassing. Okay. Our protagonist, everybody. この街で喧嘩になら、ちゃんと相手を選べ。
大金持ち歩いてる時は特にな。That's grim. Sorry. Okay. こんな時間サスビラ切ったってタクシー捕まんないんだから。やだもういいから宅代出してよ。あ、じゃあさプラザのスイートでも取るよ。だから俺と朝までねね。なんだてめえ言ってんぜ。おいちょっと待てよこれ。おいてめえぶつかっといて何スカトこいてんだよ。バリちゃんと謝れっつんだよ。土下座しろ土下座。おいよしよよせあ。That's a bit suspicious. どうもすみませんでした。That's smart decision. Smart decision. Don't get involved. Unless you want to get your ass whooped. Ooh.よ、頼んでおいた仕事どう？終わりました。ちょっと封筒が。このままでいいっすか？そんなこと気にしないでいい。むき出しだろうが金は金だからね。堂島組さんは仕事早くて助かるよ。Sorry。はい、これ約束の1割。ご苦労さん。どうも。で、これは俺からの気持ちね。いや、それは。取り半が常識のこのご時世、安い取り分でやってもらってんだ。普通なら本職の人にこんな安い額の取り立て頼めないからね。でも同年代のガキどもが万札ちらつかせてタクシー乗る時代に本職の君が金もないんじゃ様になんねえだろ。まっこれは俺との初仕事を終えたご祝儀みたいなもんだ。とっとぎ。ありがとうございます。しかしバカに金貸しちまうと後が面倒でしょうがねえな。30万ポッチ捨てんのは簡単だが回収しとかねえと商売としてのけじめがつかねえな。ええ、まあ俺も長いことこの町で金貸しやってるからよくわかる。今の世の中金の本当の価値が分かってるやつなんてほとんどいやしない。その点額のない君の方が高学歴の若造よりよっぽど分かってる気がするんだけど、そうじゃない？俺には分かりません。それじゃこれでなあ、うちに来ねえか兄ちゃん。君の腕っぷしならヤクザやるよりもっと簡単にもっと多くの金が稼げる。いい飯腹いっぱい食っていい女を好きなだけ抱ける。それだけじゃない、金さえあれば不幸な人間を幸せにすることすらできる。ヤクザは下積みが長え。手っ取り早くのし上がるにはうちに来て稼ぐってのもいい選択だと思うんだが。
3年前にその言葉を聞いてればそうしてたかもしれませんけど、一度極道になったもんは時間を巻き戻せない。それが答えか。ヤクザには誰かを幸せにすることなんてできないんすかね。 Probably not, let's be honest. さあな、俺はヤクザになったことねえからわからねえ。まあ気が変わったらいつでも連絡してくれ。じゃ。金貸しが偉そうに。めんどくせ。Look at all those people. Chapter 1. Bound by Oath. Now loading.Start taking in the blood generally, so I just probably Page off.How much money do I have? 40,000? Uh-oh. Oi! 早く金貸せって。後で返すっつってんだろうが。困ります。勘弁してください。ごちゃごちゃうるせんだよ。いいからさっさと出せ。誰か助けて。Oh!
I'm gonna beat your ass! Let's go! おい、誰かこっち来んぞ。あ？なんだよ。見てんじゃねえぞ、俺。おい、ヤクザじゃねえのか、そいつ。バカ、ヤクザったって、年も大して俺らと変わんねえ。どうせ下っ端だろ。お前ら、この町に来んのは初めてか。え？だったらなんだよ。これはうちの組の島なんだな。カムロ町を歩き慣れている連中ならこの辺りでバカはしねえ。なんだと？ヤクザが偉そうに説教垂れてんじゃねえぞ。こら！ Oh fuck! Here we go!Okay, mashing buttons. Oh. Oh.Oh! Come here, yo! Oh! Yes! Holy fuck!Come here, yo! Ah! Oh, ho, ho, ho. Come here! No? Ah! Fuck him!Get some body bags. Ay, kawarazu yosha ne na. Nishiki. Ome, itsu made tatte mo konei kara. Machiawase suppokasareta ka to omotta yo. Akira Nishikiyama of the Dojima family. Gaku da. Ome ga naganaku konei kara ko yatte jikan tsubushite tan janai ka. Shima tsubushi ni kenka tte.おとなしくヘルスにでも行けってろ、ガキじゃあるめし。興味ね。相変わらず硬いね。まあいいや。とりあえず飲みに行こうぜ。久々にオールで付き合えよ。な？ありがとうございました。は？いや、この度はどうも。お日柄もよく。行くぞ、錦。He is fine. He'll be fine. しっかしよ、お前も様になってきたよな。もういっぱしのヤクザだ。今日の取り立てももう済ませたんだろ。まあ、これで風間のおやっさんも少し安心するか。どうしてさあな、あいにく俺の取り柄は喧嘩の腕っぷしだけだ。お前みたいに器用じゃねえからな。You could have to dance.
何言ってんだ、こんなバカみてえな時代だぜ。楽しまなきゃ損だろう。少し頭使えや。風間のおやっさんが無所から出てくるのは年明けてからだ。それまでに俺も少しは器用になっておくさ。へえ、ならまずそのみすぼらしいなりから変えてみな。ワイグス、お前もたまには50万のスーツでも着てみろよ。そうすりゃ世の中の見え方もちった変わる。俺は服なんかどうでもいい。風間のおやっさんだっていつも地味な服着てんだろ。うん、お前な、あの人は組の若頭、堂島組のナンバー2だぞ。あのレベルまで行けばそれでも通用するがな、極道商売にある程度見えが必要なんだよ。お前が最近車買ったのもその見栄のためか。このこじゃれたライターも俺んだ。そろそろ返せよ。見栄張りてんならケチケチすんな。お前も本当は分かってんだろ。人は車のエンブレムと着ている服のブランド、そしてこの堂島組のダイモンを見て素直に言うことを聞く。ヤクザは見栄張ってなんぼだぜ。そんなもんか。そんなもんさ、肩気のくせしてアコギな商売するやつに借りた金で遊びまくるバカ。この町の連中に人の内面なんて見抜けやしねえ。奴らにとっちゃ外見が全てだ。ち、わかった、もういい。それより飲みに行くんじゃなかったのか。おうおう、そうだったな。よし、たまにはピンク通りにでも行くか。あの辺りにいい店があるんだ。行くぞ。行くぞ。ちゃんと出入りしてるか。当たり外れも含めて何でも知っとかねえとな。うん、金ケチって溜め込むのもいいけど、こういうご時世だ、金は使いようで売買にもなる。でその手の情報をつかむには街で遊んでアンテナ張らねえとな。この街でしのぐってのはそういうことさ。可愛い女子大生がよりどりみどりと言われ、ついていったらバーバーばっかり。5000円ポッキリのはずがぼったくられる。そういうのも全部勉強だと思えばいい。つうか、そう思わねえとやってられねえだろう。うん、なんだよ。今のは物の例えであって、別に俺が実際に体験したってわけじゃ。まあとにかく今日は俺のおごりだ。おめえもたまには楽しめ。いいな。Nothing serious. This is the first playthrough. Everything is clean. Ooh. Footsteps. Oh God.
Sure, why not? Beat the chunkiness out of him. Yen? Come on. You know what? Let's kick their asses in. Jesus Christ! Canola. Jesus. Sorry, howling like an ape here. I beat him so hard he became unconscious. Amnesiac. Some generosity back into them too. Why not? A little bit ends well. Let's get that far. The completion list. Completing certain challenges will earn you a bad shortening word. You can view them from the pause menu on the completion list. Blah 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 blah. Exchanging. Okay, sure. There's a temples or shrines to access the exchange menu, where you can spend these points to earn special blessings, ranging from being able to sprint for longer distances to earning more cash from fights. They're a big help. Yeah. Give me a moment. What? Yes. Oh, he literally meant investing in yourself. That makes sense.
2 million. Yeah, 2 million. Okay. Holy shit balls. Okay. All right. Women and wine on a budget. Oh! Okay. A moment. さあ、行くか。 Let's keep going. Pink Street. Give me a second. たく、相変わらず品のねえ町だよな。だから人が集まってくるんじゃねえのか。最近の景気で金持った欲の塊みてえな連中がな。そいつらが酒やら女やら欲しがって集まる場所なんだ、この官房長って町は。なんだ、不器用なりに一応分かってんじゃねえか。見直したか、錦山君。ああ、ガッヘル。なんだあいつら。現役女子大生ホステスのマドカちゃんとユイちゃんが。Oh boy, that's creepy. ねえ、ポケベル鳴らしてるんだから電話してよ。今度いつお店来てくれるの？ Oh boy. 今日、後で顔出すよ。本当に？なんだよ、俺の言うこと疑ってる？信じたいけど。そんなこと言うなよ。ほら、お小遣いだ。Oh. やった！信じてるよ。女ってのは器用なもんだね。ありがとう。じゃあまた後でね。待ってるよ、錦山くん。Oh.いつの間にか大した顔じゃねえか、錦。お前さ、俺があの女たちにまんまと小遣いせびられたと思ったろ。けどそうじゃねえ。女とつながっとくことが大事なんだ。ん？いいか、組の上にいる兄貴たちは基本的に女にモテない。あの人たちは見るからにヤクザでございますって格好してるからな。それはなんだよ。だから兄貴たちと飲むときいろんな女連れてくと、それだけで小遣いくれるし、俺の組での覚えもめでたくなる。どうせ極道やるならどんな手使ってものし上がらなきゃ意味がねえ。違うか？ああ、確かにそう。そうかもしんねえな。さあ、店はここだ。今夜はとことん付き合ってもらうからな。お前、この店にはよく来んのか？ん？これで二度目だけど。なんでだ？ボトルキープなんかしてるからよ。常連なのかと思ってな。ちまちまビール飲むより見栄えがいいだろう。店のもんに顔も売れる。俺は安く見られるのはごめんなんだな。
なるほど。お前は偉いよ。確かに見えってのを大事にしてる。うん。おめえもこの世界でのし上がりたきゃ、少しは見習えよ。つっても、おめえはそういうタイプじゃねえってことか。ほら、おやっさんの背中を追いかけてこの世界に入った。Yeah. He looks like he's just going to get the job done. てめえの体張るくらいしか脳がねえ。いや、もしかしたら、おめえは今のままでいいのかもな。ん？おめえが下で頑張って、風間のおやさんが出世すりゃ、おめえにも出世の目が出てくるかもしれない。そういうのし上がり方もあるさ。ただ、おめえは風間のおやさんの子じゃない。堂島組の組員なんだ。おやさん、なんで俺らのことを風間組に入れてくれなかったんだろうな。そりゃ堂島組の方が格は上だけどさ。よせよ。おやさんに考えがあってのことだ。うん。まあ、そうだな。A little drinky. よし、真面目な話はもうやめだ。カラオケでもしてパーッと騒ごうぜ。Oh, come on! わかった。今日はとことん付き合うぜ。Karaoke time already? Okay, let's go!Oh boy. Okay. I don't think I'm ready for this. Okay. Make sure to press the correct buttons at the right time. The better your timing, the more points you'll get. If the timing is real off. Yeah.Oh, God. Okay. Let's go judgment. Judgment Shinpan.Not bad at all. Karaoke Pro. Yes.
entertain yourself 10 times. Oh, believe me, I do that on a daily basis. Yeah, that was... 知らなかったぜ。おめえがあんなにカラオケ好きだったとはよ。バカ。そらお前がハメ外そうとか言うから、仕方なく付き合ってやっただけで。嘘つけ。その割にはノリノリだったじゃねえか。普段から隠れて練習してるんだろう。なあ。よせよ。そんなわけねえだろ。It's funny because I think he's voiced by an actual singer. それにしても思いっきり歌ったら腹減ったな。締めにラーメンでも行っとくか。ラーメンショップ。Sir. まだ食うつもりか。俺はそんなに腹減ってねえよ。まあいいじゃねえか。付き合えよ。天国圏でどうだ。しょうがねえな。わかったよ。Alright, let's get some fucking food, boys. さあ行くか。 Alright, let's go. We're a little blazed. 前から思ってたけどよ。おめえ、いい声してるよな。曲のチョイスは渋いけど。悪かったな。流行りの曲はよく知らねえんだ。なら少しは勉強しろって。流行りに遅れた男はモテないからな。Judgment Shinpan is it? でも男のアイドルなんかは俺も今勉強中だ。知ったかぶりしてなんとかやり過ごしてる。それ周りにバレてんじゃねえのか。かもな。やっぱアイドルっつったら女だ。最近はマジで可愛い子が多いぞ。Guy idols are not a bad thing. そうなんだ。ああ帰ったらチェックしてみろよ。案外ハマって俺より詳しくなるかもな。さあそのうち俺ら二人八匹でコンサート行ってたりして。お互い想像したくねえ姿だ。What the fuck? なおいなんだよ全然食ってねえじゃんか。だからもう食えねって言ったろ。大盛りなんか頼みやがって。情けねえこと言うなよ。それでも男が。昨夜11時ごろ、カムロ町の一角で発見された若い男性の変死体は激しい暴行を受けており、警視庁では殺人事件とみて付近を捜査中です。ただいま続報が入りました。若い男性の身元が判明したとのことです。死体で発見された男性は都内在住の栗原太一さん32歳。警視庁の調べでは栗原さんは金融業者数社から借金を抱えていたとみられ、今後関係者から事情を聞く方針です。おいキリュウ、カムロ町で殺したと。よくある話だろうが。いやお前昨夜の取り立て相手のこと結構痛めつけたって言ってたよな。Oh, shit. こちらが栗原さんの死体が発見された現場です。ここっては俺が取り立てした場所だ。おいおいお前マジか。いや死ぬまで殴ったわけじゃねえはずだ。この場所はカムロ町で人がごった返すネオン街からわずかに裏道を入った先にあります。ビルとビルに囲まれて人目につきにくい、かなりいびつな空間という印象を受けますが、栗原さんの死体はこのわずかに残る更地に倒れていたとのことです。こいつ、ああやめてくれ。もう俺が取り立てたやつだ。おいお前本当に間違いねえのか。おお、ジーザス。何やってんだよ。取り立てで相手殺しちまうなんてよ。誰からだ。組か。ああ、早速呼び出した。
That's grim. Jimushu, 電話してくれ。やっぱり今のニュースの件で呼び出されてんだよな、お前。まずいことになったな。いや、お前ももちろんやべえけど、これで風間のおやっさんの立場も危うくなる。何？この不始末につけ込まれちまうってことだ。どういう意味だ？お前や俺がおやっさんに拾われたってことは、堂島組の人間なら誰でも知ってる。だからよ、俺らの不始末はおやっさんの責任にもなっちまう。だが俺がやっちまったことだ。おやっさんは関係ねえ。そうはいかねえよ。殺してやるとことがでかい。多分おやっさんの後釜に座ろうって連中は間違いなくそこをついてくる。堂島組、若頭補佐の3人とかな。くそ。そもそも半年前、おやさんが札にパクられたのも、その三人の誰かに売られたって噂だ。なんだそれは。おやさんの仕切ってた賭場、周到に場所変えてたのにいきなり摘発食らったろ。ありゃ組の事情に詳しいもんが札にチクったとしか思えねえ。でそれが誰かって言いや、三人の若頭補佐の一人、クゼの兄貴だったって噂だ。クゼの兄貴がおやさんを札に売ったってことか。もちろん証拠があるわけじゃない。でもよ、その件でおやさんが無所に行ってからクゼはえらい勢いついてる。日のないとこに何とやらだ。何しろ今は組に連絡するしかねえだろう。そうか、そうだな。分かった、俺はとりあえず知恵貸してくれる人を探してみる。すまねえ。Careful now, Kiryu. It's gonna be daytime outside? Holy shit, it is! Excuse me. Find the payphone.Payphone. Old family office. Dring, 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 dring. Kiryu だ。そっちで誰か俺のポケベル鳴らしたか。あ、はい。クゼの兄貴に言われまして。キリュウさん、すぐ事務所までお越し願いやす。実は若頭補佐のお三方がキリュウさんをお待ちで。そうか、わかった。That's grim. Yoto Dojima Family HQ.Excuse me. This direction. I'll get tripped up here now. I'm gonna get a little saving. Yeah!Next time, boys. The taxi fare starts at 4:7 p.m. Where would you like to go? Need to get the Dojima Family HQ. How does this taxi driver know where Dojima Family HQ is? Hmm. Ah!
My phone just moved. No, not my phone. My controller just vibrated. Dojo Clan. Dojima Family HQ. Looks very shitty. してくれるじゃねえか。偉くなったもんだな。お、キリュウ。大作クゼ、Lieutenant of the Dojima Family, Patriarch of the Genno Family。申し訳ありません。クゼの兄貴。こんな昼間から道島組の幹部がガン首揃えてお前を呼び出した理由、わかるよな。ケージ・シブサオ、Lieutenant of the Dojima Family, Patriarch of the Shibusawa Family。カムロ町で見つかった死体の件ですが、やっぱりてめえか。こりゃゴルどころじゃなくなっちまったな。ねえ、クゼの兄貴。Hiroaki Awano, Lieutenant of the Dojima Family, Patriarch of the Taihi Association。お前に取り立てを頼んだ金貸しから組に連絡があってな。金貸し？東国クレジットの社長だ。あの社長に頼まれて仇ぶっ殺したのはおめえだろ。もっともあいつは自分のせいじゃねえって早速逃げ打ってやがったかな。たかが30万程度の小銭の取り立てで本職が下手打つとも思っていなかっただろうからな。ちんけな金貸しとはいえ同情するぜ。まあそんなことはどうでもいい。理由がどうあれ仇をやっちまったっつうことはどう幕を引くか。だがちょっと待ってください。俺はジダメダすんじゃねえ。安心しろ。仇ったって相手も借金まみれのクズだ。臭い飯七八年食えばこたぁ収まる。俺に捕まれたなあ。殺しの方はそれでお上と手打ちするとして、それより問題はあの場所からどう人目をそらすかだが、うん、そうだな。面倒なことをしてくれたもんだ。 That's grim。 あの場所ってどういう意味すか。とぼけんじゃねえわ。おめえが死体を捨ててった場所だ。おいギリュ、おめえよりによってなんであの場所でやったんだ。え、まさか風間の頭の指示ってわけじゃねえよな。おやっさんの指示って、なんでおやっさんの名前が出てくるんすか。聞かれたことだけに答えろ。なんであの場所を選んだ。頭の指示やねえのか。え、それにチャカはどこで手に入れた。それも頭から渡されたのか。チャカ、一体何の話をしてるんですか。俺は銃なんか持ってません。この後に及んで白を切るつもりってか。見つかった死体は痛みつけられた後、とどめに頭を打たれていた。殺はまだ公表してねえかな。本当ですか、その話。だったら死体転がしたのは俺じゃありません。俺は素手で奴を殴っただけです。本当です。もしその話が本当だとしたら、
お前は誰かにはめられたってことになる。そうだな。はい。間違っても俺は銃を撃ったりはしていませんと言ってるが、どうしますか。嘘に決まってんだろ。たくわらあげしやがって。てめえみてえな下っ端はめて誰が得するってんだ。おう、キリュウ、もう一度聞くぞ。なんでわざわざあの場所で騒ぎを起こしたんだ。金貸しからの指示だったんす。あの場所に相手を呼び出すから、少し痛い目に遭わせてから金を取り立ててくれって。今言ったこと間違いねえな。ええ、どうやら金貸しから話聞く必要がありそうだな。とはいえ、うちの組があの殺しに関係していたっつうのは事実だ。しかも場所が場所だ。このままじゃあっちの仕事に支障が出ちまう。どうするよ、クゼナ兄貴。答えは一つだろう。Oh boy, is it time? からの一坪って厄介な土地なんだよ、うん、お前ら下っ端は知らねえかもしれねえけどな、堂島組長から俺ら頭補佐の3人に命令が出てたんだ。どんな手使ってもそのからの一坪を手に入れろとな。からの一坪 What for exactly? 針の穴ほどの隙間もない繁華街に偶然できた一坪の空き地だ。それを親父が欲しがってる。親が欲しがるものを差し出す、それが子分の義務ってわけだ。だがその場所で片木の死体が見つかった。あの土地が世間の目を引いちゃ地上げしようにも手出しが難しくなっちまう。ほんと困った話さ。ああ、それがおやすさんとどんな関係が。あの一坪にはな、別の意味もあってな。堂島の親父に差し出したやつには、うん、とっておきの褒美が用意されてる。褒美。おう、不在の風間の頭の後、堂島組次期若頭のポストだ。つまりあの土地は俺ら頭補佐にとってただの一坪じゃねえってことだ。まあ最初はてっきり風間の頭とつながってるお前が俺らの邪魔するためにやったのかと思ってたが、その顔色じゃ何にも知りませんでしたって感じだな。ちょっと待ってください。それじゃ風間のおやっさんは、おやっさんはどうなるんです。さあな。だが組の一大事に無所にいるようじゃ頭は務まんねえだろ。おまけにだ、ガキの頃から育ててきた可愛い子分が理由はどうあれ仇をぶち殺しまったとあっちゃきっちりけじめつけねえとな。おやっさんは関係ない。それで俺も殺しはやっていません。そういうことは殺に言え。つってもヤクザの言い分聞くほど連中も暇じゃねえだろうな。
殺には今日中に実施しろよ。それと円弧詰めとけや。お前も極道なら組長に挨拶しとかないと筋が通るねぞ。Leave your little Well, he did. He probably did get you set up. Okay. Hey. No. Hello again.Bruno. Where the hell did all these people come from? Not bad. Not bad at all.
なあ。Yes. そうだな。2 million yen murder for raid. Okay. Oh!Ooh. Fuck him! Holy shitballs! Go! Tonko credit.Building on Taihei Boulevard East, right? I'll pay him a visit then. Oh! That's rad! Oi.Bacchus. A sting artist?Punch out artist. Yes. Yes. S&M. Ichifuku parking lot.Ichifuku parking lot. The world? Oh, no. So dead. Bacchus.
Apparently, the Taco Credits press them. Taihi Boulevard East. Go to Taco Credit. Shit, more and more. Dialogue here somewhere. Oh, excuse me. Okay, you wanna fight? Let's go. Fuck him up! There goes his face. What happens? Nokitake. What is that? Recommended by Mushroom Supplies Everywhere. Oh. It's a small eel. Okay, sure. I need my own business here. Power building, sorry. Don't go credit. Let's ball. Oh shit. I should probably get something to eat first. Get something to munch on. Something. No? Fine. Whoa. Excuse me. Otoki drugs. Okay, I'm gonna need something really. いらっしゃいませ。ステミナン ?OK。
ありがとうございます。OK。Perfect. OK。That should do me for the time being. Just in case shit gets dramatic. Alright. Alright. Let's get serious! Oh boy. People with weapons.俺が来るのは宣告承知ってわけか。道島組の桐生一馬だ。どこクレジットの社長に俺をはめた礼を言いに来た。うちの社長はあんたに会う気はありませんよ、桐生さん。じゃあお前ら半殺しにして会う気にさせてやる。この人数相手にあんた一人でか。ああ、こっちはいい加減爆発しそうになってんだ。さっさと道上げねえか、チンピラ。おおボーイ。やべっ、やべっ、ノー、やべっ、やべっ、やべっ。Pick up the ashtray. No! Why'd you leave the ashtray? See ya! Come here! Oh, yeah! Boosh!And that's the last guy down. Screen goes blue like that. That means everyone's clean.All right, let's see what's in here.信じられねえ。まさかここまでたどり着くかよ。あとはあんただけだ、社長。じっくり話を聞かせてもらう。話？何の話だ？今さらとぼけだって時間の無駄だ。なぜ俺をはめた？あんたの目的は何だ？おい、近づくな。 Not smart, Kiryu. わかった。全部話す。だから、ちょっと待ってくれ。俺はあんたをはめる気なんてなかった。ただ人から頼まれた通りに動いただけだよ。あんたにあの場所で取り立てさせるようにって。そいつを頼んだのは誰だ？その人は。あ、oh, Kuze. Kuze の兄貴。まさか、あんたが俺を。何の話だ。ねえ、社長さん。キリュウ、お前何やってんだ。あ。殺に実するように言ったはずだろう。
寝ぼけたことやったんじゃねえぞ。おお。ああ、やっぱちょっとなまってんな。現役の頃はガキのしつけなんざ、一発で済んだんだがよ。社長さん、ちょっと外してもらえませんか。この若いのに説教しねえとなんねえもんでね。ごゆっくり。Sorry for not providing much commentary during these scenes. I'm just sitting down and enjoying the story, same as you are. お前とは一度腹割って話してと思ってたからよ。おめえと錦山は孤児なんだってな。風間の頭がやってる施設の出なんだろう。確かひまわりとかいう養護施設だ。極道なんてまともに育ったやつの方が少ねえ。孤児だからって恥じる必要はねえぞ。ただな、風間の頭もえげつねえ真似をするよな。Yes. どういう意味ですか。拾ってきたガキに育てた恩着せてよ。今じゃ立派にあの人の玉よけになってるじゃねえか。おめえと錦山、頭のためなら命も惜しくねえってよ。こういうの洗脳っていうのか。そろそろ本題に入ってもらえませんか、クゼの兄貴。あんたの話はさっぱり先が見えねえ。キリュウ、お前、風間の頭をスパイしろ。何？空の一粒の話はしたな。それさえ手にするや、俺が次の若頭、堂島組の跡目を。だがそのために必要なあの土地のある情報ってやつを檻の中の頭が握ってやがる。ある情報？ああ。お前そいつを頭から探り出せ。うまくやりゃ組での将来を俺が約束してやる。あの人をまさかお前に裏切られるとは思ってねえからな。構成員25,000の登場会、その直系堂島組でのし上がったとなるや大した出世だ。それに例の殺しの真犯人も渡してやる。やっぱりあんたが俺をはめたんだな。さあな。ただこの話を受けりゃおめえは確実に無所行きだ。俺につくか、もう先のねえ風間につくか、好きな方選べ。ロイヤルピオルテア。返事は今だ。この場でしろ。クセな兄貴。なんだ。あんた賢いつもりで立ち回ってるんだろうが、全然器じゃねえよ。何？俺のこともおやっさんのことも。あんた何も分かっちゃいねえ。ガキ。この俺を敵に回すのか。本当にその覚悟があるんだろうな。覚悟ならありますよ。それが
極道ってもんでしょうOkay, sure. God! Fucking hell, people. Itaika, the hell's happening over here?Hey, phone! Get in here. What? もしもし、キリュウだな。錦山だ。ああ、やっぱりお前からの呼び出しだったんだな、錦。お前今どこにいる？風間組の事務所だ。天下一通りの風間組。なんでお前そんなとこに。今柏木さんと会って話してる。なんかいい知恵貸してもらおうと思ってよ。なんせ柏木さんはあの風間のおやすさんの片腕だ、okay. なるほどな。それよりお前の方はどうだったんだ。もう堂島組の事務所からはとっくに出てるんだろう。ああ、だがいろいろあった。いろいろ？そいつは直接会ってから話す。わかった。なら俺は柏木さんと風間組で待ってるからすぐ来てくれ。実はな、お前も柏木さんの話を聞いといた方が良さそうなんだ。お前、空の一坪って聞いたことあるか？クゼの兄貴からさっき聞かされたばかりだ。どうやら柏木さんは何もかもお見通しらしいな。俺もすぐそっちに向かう。Okay, sure. Go to the cars of my family office. Now let's... Let's fuck you, punks up! Hit him!Okay, let's kick these guys' asses too. You people fucked up seriously! Kanchan Banar!Yes, my son. Uh, uh, uh.
the town, son. Yes. Toughness light. Okay. You'll be fine. Give you the afterlife. I'll be fine. いい女の子いますよ。もう一回来たら楽しくないでしょ。First things first。女の子どうですか？Need to find a safe spot。いい子揃えてますよ。Hey。No。Need to yeah。Is it like a chain bar?Sushi gin. Let's take this back. Oh, excuse me. Yeah, sorry. What the hell's in here? Don Quixote Camarocho.Okay, let's see if we can get rid of this plate. いらっしゃいませ。Legendary drinker of the UQ. Yes! Yeah, sure. What the fuck? ありがとうございました。 Okay. Comfortable.Okay. Alright, let's see if we can hit up a food joint while we're there. Maybe hit up Sushi Gen and see what we can get. Careful. Okay. Let's get a little something something. A little. いらっしゃいませ。Way too full for this. Let's just get some regular ass tamago. Oh. Interesting. I will. When we've got a bullet hole in my body, I'll come back here. Eat some food, I'll be fixed right up. Fantastic. Ah, dude, there's nothing like it. You need it to... I'm gonna save here.
I know I said like a couple of seconds ago, but still. Okay, let's see what's happening. Melon and meat, huh? Hello, Kiryu. Hello. 早かったな。すいません、柏木さん。大手間かけさせるような真似しちまって。あの。どうもすいません。はい。よく無事だったな。お前が本家から呼び出されたってとこまでは錦山から聞いてる。おさむ柏木、キャプテンのグラバーン、アドジマファミリーサブシデリー。そっから先、何があったか大方予想がつく。クゼのおじきあたりが風間を裏切れとでも言ってきたんじゃねえか。ええ、そうです。ええ、どういうことなんです。空の一壺で桐生が死なせたっていう死体は銃で殺されていた。もちろんこいつがそんなことするわけがねえ。つまり誰かにはめられたんだ。たはそれもっと早く言ってくださいよ。俺はもう本当に兄弟が人殺しになっちまったのかと。錦、面倒なことになったな桐生。とにかくクゼと何があったか全部話せ。OK。 なるほど。つまり若頭補佐の三人衆が頭の座を争っているってわけだ。 I see。 風間の親父がいないのをいいことにな。冗談じゃねえ。親父さん以外に堂島の頭が務まるかよ。落ち着け錦山。それより、クゼの話に出た空の一壺だ。お前らが知ってるのはほんの触りだけだな。ええ、柏木さんは詳しくご存知なんすか。ああ、まず今カムロ町のある一帯に大規模な再開発計画があってな。堂島組の例の若頭補佐3人が食い争うように地上げをしてる。それなら聞いてます。権利者バラバラの土地に根こそぎ買い漁ってるって。そいつをまとめ上げてでかく転売する腹でしょう。うん、そうだ。だがその中にどうやっても手に入れられねえたった一壺ばかりの更地があるんだよ。それが空の一壺。ああ、そいつは最近になって一帯の地上げが8割方終わろうって時に見つかった土地でな。厄介なもんで再開発用地のど真ん中にある。そこが手に入らん限りいくら周りの土地まとめても売り物にならねえ。あ、そんなからくりがあったのか。ところでその一つをまだ誰も手に入れてないんですか。所有者が行方不明らしい。もし今出てくりゃ10億って値になってんだがな。ジーザス、10億たった一坪の土地が。ああ、空の一坪が欠けりゃ再開発自体がひっくり返る。だが堂島組は周り一帯の地上げにもう100億以上突っ込んでんだ。一坪10億だろうが今さら引けやしねえ。クゼはその土地を手に入れるのに必要なある情報を風間のおやすさんが握っていると言っていました。風間のおやすさんの持ってる情報って何です。いや、わからねえ。俺も初耳だ。Okay. でもやっぱり姿消している土地の所有者に関係することでしょうね。何にしてもクゼはその情報をおやすさんから探らせるために桐生をはめたってわけか。ああ、そのために人一人殺してまでな。 Sorry。 おめえら今の状況わかるか。桐生は当然として
追い詰められてんのは風間の親父も同じだ。桐生が仇殺したってことで後見人の親父もけじめを迫られる。その上久瀬が空の一つぼ手にして若頭になってみろ、奴は親父を必ず組から追い出す。組から追い出す、まさか堂島組の波紋もあり得ると。ああ、親父も無所にいる以上今は何も手が打てねえ。あの親父さんが波紋？波紋された極道の末路は言わなくてもわかるな。一度上までのし上がった後で底辺の屈辱に耐えられる人間は少ねえ。自殺したホームレスに元極道って肩書きがついてるのは珍しい話じゃない。でも桐生は実際殺しはやってないんです。こいつの疑いさえ晴らしゃ親さんも波紋にはならねえはずでしょう。疑いを晴らすには真犯人を抑える必要がある。そうだ、だが久瀬が真犯人を握ってる以上手は出せん。相手は堂島組の幹部だ。この世界で上に噛みつくことは何があっても許されねえ。うん、でもこのままじゃ桐生は無所にぶち込まれるんですよ。俺らが久瀬に手を出せば風間の親父は余計立場が悪くなる。その時点で波紋は確実になるな。だったらどうすりゃいいんですか俺たちは。柏木さん、ん？とりあえず俺の濡れ衣も殻の一つぼも後回した。今とにかく俺はおやっさんを守るために動きます。何かいい手があるのか。ええ、俺の不始末は俺一人でけじめつけます。おやっさんに責任がいかないようにするにはもうこの手しか残ってねえ。 What's he gonna do, huh?一人でけじめつけるって何する気だ桐生。俺は今日限り堂島組を抜ける。 Excuse me? 探す気返して極道から足を洗う。桐生、お前、今回の一件とにかく俺一人の責任としてケリをつけるんだ。その後クゼを捕まえて真犯人の居場所を吐かせ。何言ってんだ、杯もらって3年そこらのヤクザが5体満足で足洗えるわけねえだろ。最悪殺されんぞ。認めたかねえけど今の堂島組仕切ってんのはクゼだ。それを袖にしたお前が組み抜けるっつってあいつが生かしとくと思うか。杯返す先はクゼじゃねえ、堂島組長だ。それにまだ殺されると決まったわけじゃねえ。車回してくれ錦、これから組の事務所に行く。ふざけんなって、お前やけになってるだけじゃねえか。うるせえ。Oh God。 他に手はねえんだ、このまま指くわえて見てるわけにはいかねえ。やめろ桐生、錦山の言ってることは正しい。正しいかどうかなんてどうでもいい。所詮俺は風間のおやっさんについていくために極道になっただけの半端もんです。俺の不始末でおやっさんに迷惑かけるくらいなら俺にも覚悟があります。おめえ舐めたこと言ってんじゃねえぞ。あ、俺の言うことが聞けねえのか。ああ、キリュウ。ええ、たとえ風間のおやっさんが止めたとしても俺は行きます。おお、ジュンバカ野郎。おお、許してください、柏木さん。錦、車頼む。
just got smacked so hard he immediately starts bleeding. That's something, all right. Long time. I've been served. Now I'm going direction. Run. Nishiki! Alright, let's kick some ass! It's okay. Serious, bro. まで育ててもらった恩とは別の話だ。今さら善人ぶんなよ。あんたもヤクザなんだろう。だったら俺らがヤクザになるのを止める資格なんてねえじゃねえか。キリュウ、俺たちはずっとあんたの背中を見て育ったんだ。いい車乗って、肩で風切って、周りの人間に頭下げられて、そういう人間になりてえって、俺たちがそう思っちゃいけねえのかよ。上がりの人間は夢を見ることも許されねってるか。なあ、今お前何考えてた。何も、ぼーっとしてただけだ。ほらよ、いつだったか親父さんに殴られていた時のことを思い出してた。俺たちがこの道に入る前の晩だったよな、確か。てっきりお前も同じことを思い出してるもんだと思ってたよ。やっぱりおめえにはかなわねえな、兄弟。Okay. The moment we set one foot in that building, we're gonna get our shit whooped. No questions asked. This is suicide. 見られたはずの事務所が今日はやけに不気味に見えるな。お疲れ様っす。親父は、堂島組長は
事務所にいるか。ええ、いらしてます。ここで降りんのは俺一人だ。え？組長に伝えてくれ。桐生一馬が杯を返しに来たってな。桐生さん、え、本気っすか？ああ。おー、バディ。すまなかったな、錦。お前はもう行ってくれ。I'm gonna disconnect my phone for a second. キリュウ。I don't know those sounds. 組長に話をつける。死ぬと決まったわけじゃねえ。せいぜい器用にやってみるさ。お前にそんな真似ができるのかよ。バカ野郎が。またな、兄弟。No worries, mate. I'm just gonna get myself killed.Here I come. Oh boy.組を抜けてってことでいいんだな、キリュウ。はい、組長に破門のお願いに上がりました。お取り次ぎ願います、クゼの兄貴。ああ、残念だったな。土曜の8時じゃダメだ。親父のお気に入りのテレビの時間なんでな。話だったら代わりに俺が聞いてやる。 What a biting sense of sarcasm. てめえ、縁故も詰めてねえじゃねえか。手ぶらで組抜けの挨拶とはな。てめえ極道舐めてんのか。ああ、あんたと話に来たわけじゃねえ。組長はどこにいるんだ。今現場で組仕切ってんのはこの俺だ。口の聞き方には気をつけろよ。あ、縁故は詰めねえわ。金も持ってこねえ。挨拶だけで組抜けさせてくださいってか。お、おれ学生気分で敷居またげろと。極道の世界甘くねえぞ、こら。キー、今なら全部水に流してやる。風間の頭から彼の一粒の情報を聞き出せ。もうそれしかお前に生きる道はねえんだから。ノー。組長に会わせてもらえませんか。ほら、破門してもらいに来たんす。答えはノーってことか。I need to restructure. Oh, fuck. temporary failure measurement. そうかい。じゃあもういいわ。てめえは使い物にならねえってことだな。Oh. お前には俺のそばについてのし上がるチャンスがあった。そいつを蹴らなきゃ死なずに済んだのによ。あ、米田。はい。消し方考えろ。地味ですけど、山の中で生き埋めが一番かと。
薬品でドロドロにして流すってのもありですが。ああ、死体は残せよ。後々こいつの死体が見つかった方がいいんだ。堂島組は身内のしつけには厳しいって方が本家での評判も上がるって思うよ。Oh, and you've fucked up now. Oh! Anta? Ah? Kumi wo? Katte ni korosu no ka? Kumi-chou ni mudan de? Neboketen no ka? Mou oyaji nante kankei ne yo. Temei wa kumi nuketan daro ga?確かにそうだ。おー、その言葉待ってたぜ。何？てめえ。てめえ。兄貴分に向かって何しやがる？兄貴分だと。俺はもうこの組の人間じゃねえ。あんたさっきそう言ったはずだ。おお、バディ。かかってくんのはあんたらの勝手だが、こっちも遠慮なく手出させてもらう。Everyone in this room is gonna fucking die. Let's go. こいつは俺がやらせてもらいます。任せる。好きにしろよ。あんが好きに。待て。あんたにはまだ話がある。俺にはねえ。どうせお前はここで死ぬんだ。もし生きておらんとこまで来られたら、Look at that guy on the left. 話ぐらい聞いてる。なら、首洗って待ってろ。Okay.Okay, everyone in this room, huh? Everyone in this room. 覚悟はいいな。いつでもいいぜ。来い！おお！The Dojima family! Every single member! Grab the chair. Ah. Oh. Sorry. Ah. Ah. Oh, fuck.Grab a chair. Everyone get some! Ooh. Oh. Yeah, everyone get some! Ah. Fuck, I'm getting my...Stop counting! Oh, these don't work! Have some fine reading! Ah. I'm gonna fucking destroy you! Come here!
I'm not falling for you, bitch. Yeah! No! Oh, yeah! Been earned! Yes! Oh! 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 Ah. Francis was Popola. Worn out when not. Let's have a Mountain Dew. I did nothing. Oh, fuck. My sword. Let's try to kick my ass with an ashtray. Come on, Yanita. Do you want me to kick your ass twice? Oh yeah. Okay. One sauna. I'll keep going. Where the fuck do you think you're going? Let's get going. Oh god, big man with chair! Big man without chair! Oh, what the fuck I'm getting? Yeah, but like, that's just what I was about to say. Stay the fuck down, Yanita. What the fuck do you think you're doing? Awesome! Yuck! Kitty was unable to open doors again. Big Luigi. Shit! What, again? Another stamina. Hit him with the table! Yeah, with the chair. Come here, Yanita. Yes. Jesus Christ. Alright, I'm gonna need this. What I do need is this. Amazing. How much do you want to bet your neighbor's gonna get up again? Time to invest in myself.
point, yeah. Slow. Yeah. More health? All is nice. Yeah. Okay, let's try to put some work now. More health. I'm broke again. That is fine. Run, Kiryu. Go for those doors. Don't tell me what that you're gonna do, what I think you're gonna do, Kiryu. Are you fucking joking? Hello? Hear you? Sure, why not? That works. Get back. Oh god. Okay. Eat your own life! Ah! You as well, bitch. Let's go. Turn around, kiddo. Are you fucking kidding me? Ow! Drop the knife, jackass. Ow. Ow. Okay. The things are getting serious. Not again. Come on. Here comes. Yeah. Come on. Time to fly, Yonido. Yo, what the fuck? I wish you would have been the piece of art, man. Okay. I'm a little fucked. I won't lie. There you go. Okay. What the fuck? Huh.
Hello. 派手な短歌切るだけあって、なかなかやるな、おめえさんも。風間の頭も、いいガキをスカウトしたもんだ。俺がまだボクシングやってた頃に、おめえと会ってたら、プロモーターになりたいぐらいだ。クゼ。口が聞けなくなる前に吐け。空の一粒の真犯人は誰なんだ。どこに隠してる。ガキが調子に乗りやがって。おおベイビー、下にいた役立たずどものせいで勘違いさせてまったらしいが、堂島を甘く見るなよ、キリ。お前はもうこの手で直接やらねえと気が済まねえ。いつまで脳ガキたるてんだ。さっさとかかってこい。ああ、かかってこねえならこっちから行くぜ。 Let's go。 Back up。 Oh! Ah! That's not good。Oh. Okay. Ah. Okay, he's watching me. Watching me. Oh God. Ah, you missed. You suck. Target the enemy, Kiryu!
OK。スタートブレイクってことさ。Fuck me! Fuck off!Back up. Okay. I might need to use another. Who's making me hit this like that? Come on!I'm gonna fucking Oh, stomp on his ribs. I think that's the big boss himself, Dojima. Oyashi. Yeah, it looks like it. Dojima. Kumicho. So hey Dojima, picture of the Dojima family? Total concepts of it, eh? Taiman hatte tan ja ne no ga, kuze.道島の若頭補佐ともあろうもんがみっともねえ恥さらしやがる風間の器にはほど遠いなでも親父その頭が拾ってきたガキがこいつです桐生一馬です Hello お前取り立てで相手ぶっ殺しちまったそうだなバカな真似しやがって。That's grim. そのことで組長にお願いに上がりました。俺は誓って殺しはやってません。ですが疑いがかかってる以上組に迷惑をかけられません。だから俺を破門にしてください。虫がいいこと言ってんじゃねえぞバカ野郎親父こいつは俺がきっちりけじめつけますこれ以上親父に迷惑かけませんからお前片毛に手かけんのか桐生はお前の裁量で組抜けさせたんじゃなかったのかそのこといや俺はしてません親父に向かって嘘はよくねえな兄弟あわの俺もはっきり聞きました桐生はもう組を抜けた人間だそれを殺すのに親父の許しはいらねえそう言ってましたよねクゼの兄貴てめえらクゼこれ以上無様さらす気か OK Oh no I don't know much about Yakuza but I do know what the hell this is It's a Ubisoft Sumo board
さあ兄弟、クゼ言能界の人間なら作法は知っていますよね。兄貴の好きなけじめです。男見せてください。よく見とけよ。That didn't even sound like flesh being cut, that sounded like a bone being broken. うちの若頭補佐が一度口にしたことだ。桐生一馬、今日限り堂島組を破門とする。堂島組長、ありがとうございます。桐生、ここまで苦労して組を抜けたかった理由は何なんだ。俺と風間のおやっさんの身の潔白を明らかにするためです。うん、今回の一件、俺は殺しをやってません。風間のおやっさんも全く関わりありません。ですが、あの一坪で俺が金を取り立てた男が死に、組に迷惑かけちまったのは事実です。俺は組抜けて責任取らせてもらいます。ですから、どうか風間の親父のことだけは。さあ、飯でも食うか。はい。 That's a lot of loyalty. 堂島組長、お前が組抜けて取れる責任ってのは何だ。それは絶対に俺があの一粒で男を殺した犯人を捕まえます。それで俺と風間のエスさんの身の潔白を。そうか、その必要はない。でも犯人は。犯人、そんなのはサツが勝手に探す。お前はもう仇だ。それじゃけじめがつきません。けじめ、だからてめえは仇だろうが。今さらごちゃごちゃうるせんだ。 Yeah, fuck you too. お前は自分の不手際があると認めるところはあるんだろう。はい、少なくとも自分があの場所で追い込みかけなければ、ひょっとしたらこんなことには。だから破門を申し出た。そうです。安心しろ、けじめならきっちり取ってもらうさ。え、風間が拾ってきたガキ、キリュウ、お前の不手際であの土地に手が出しづらくなっちまった。その責任は風間に取ってもらう。お前もさっきまで極道だったんだ。この理屈はわかるだろう。堂島組長、極道は一度身引いたらしまいだ。お前は仇として幸せになる道でも探すんだな。どうすればいいんだ。じゃあ俺は
Next time, Kiryu, maybe think about your plans before you do them. Because, you know, not exactly the smartest thing to be doing things like that. Excuse me? Who are you? このままだと風邪をひいてしまいますよ。Man with black glove ring. 私は立花と申します。Tachibana. Okay. Tachibana. あなたが今置かれている状況はすべて承知しています。How come? 私はあなたと会うこの時をずっと前から待っていたんです。少しだけ話聞いていただけませんか。 Sure. キリュウ、カズマさん。Okay. We're two log cabins. Climax battles item open. The real estate broker in the shadows. Ah, fuck! Yanked my fucking plugs out. Oh shit. Did I just crash the game? Please don't tell me I just crashed the game. Oh, come on! Well, all's well that ends well, I guess. Next time on Yakuza 0, Chapter 2. Fuck. There is really no proper segue for that, is there? Son of a bitch. Well, hey, at least it's a good thing that I fucking saved. Fantastic. Ay-yi-yi. That was a fucking joke. Well, next time, Yakuza 0, chapter 2, I guess. Fucking hell, that was a mistake. Good night, Gotham. I'll see you next time.